ですか。例えば海外で行われているサッカーの映像は電気信号に変えられ、スタジアムから放送局、そして外国の衛星通信センターへと送られます。そこから宇宙に浮かぶ通信衛星に向かって送信されます。通信衛星がキャッチした信号は再び地球に向かって送り出されます。これを日本で受け取るのが KDDI 山口衛星通信センターの巨大パラボラアンテナです。一番大きなものは直径34メートル、世界でも最大級のものです。ここで受け取った電波は電気信号に変換され、光ファイバーなどを通って放送局に届き、テレビ画面で見ることができるのです。赤道上空3万6千キロの宇宙から地球を見下ろしているのがインテルサット通信衛星です。ここからは地球の3分の1が見渡せます。地球の上空に同じ間隔で3機の通信衛星を配置することで世界中をカバーすることができます。テレビ映像だけでなく、電話やファックス、電子メールなども運ぶことができます。同じ赤道上空にはインマルサットという通信衛星もあります。船舶、飛行機などで移動しながら、また砂漠の真ん中でも使える移動型の通信設備はこの通信衛星を使っています。日本で通信衛星を介して通信サービスを行う最大級の施設がここ KDDI 山口衛星通信センターなのです。ところでなぜ山口市にKDDI の衛星通信センターがあるのでしょう。ここ山口市はインド洋と太平洋上空のどちらの通信衛星も見通すことができます。また周りを山に囲まれているため電波干渉が少なく、さらに地震や台風の影響も少ないことなどから最適地として選ばれました。